皆さん、こんぱちは。パチガブ専属パチンコパチスロバーチャルライターの上条蓮です。本日の企画はパチマネ選手権を振り返ってみたということで、今回は今まで私がアップしてきたパチマネ選手権を個人的おすすめランキング順にご紹介していきたいと思います。今までアップしてきたのは全14個。いや、結構やりましたね。なんか意外と、あ、14もやってたんだぐらいの気持ちで、そんなにやってたんだ。あ、でも一つの回で2個ずつやってましたからね。本当に思い返せばいろいろやったなぁ。結構大変なんですよ、練習。本当に。なんかね、本当にこう、一人で練習してると時々、こう、あれ、私何やってんだろうみたいな気持ちになったり、そう、するんですけど、まあ、楽しかったですけどね。うん、そう。で、コメントとか生放送で、こう、みんなが良かったよとか、面白かったよ、みたいなコメントしてくれるから、本当に嬉しかったし、だからね、頑張れちゃうんですよね。それでは、個人的おすすめランキング第3位からご紹介したいと思います。第3位はこちらということで、3位がオスバンチョ次回予告のパチマネということで、そう、これリクエストいただいてパチマネしたんですよね。懐かしいなぁ。これね、そう、よく見ててください。最初ね、やりますって言ってからやるかと思いきや、はぁーってなるんですよ。そう。で、こう頑張ってね、動きとか眉毛とかもふって頑張ったんですよ、これ。また1ページ。って言って、落ちるんです。また1ページ。ということで、第3位、オスバンチョ次回予告見てきましたけど、そう、これ、次回予告って言ってると思ってたんですよ。でもこれ実は、次回オスバンチョって言ってたっていうのを、私、このパチマネで知って、なんでリクエストをくださった方ありがとうございます。続いて、第2位は、こちら。はい、第2位は、マルプルギスの夜を、まあ、一人で、再現するという、はい、新たな試みをしました。そう、脳汁が出る瞬間ね。ちゃんと脳汁が出るようになってるんですよ。はい、これカーテン開いて、そう、ここ似てるって言われたんですよ。そう。来る。あ、これ変身してるところですね。はい。キュピー、キュピー、キュピー。このセリフが一番継続率が厚いやつなんです。でこのトゥーンでも歌が流れてるっていうね。あ、これワルプルギスです。一人二役やってるんですけど。あ、これは、そう、炎を吹いてるとこね。あ、やられました。ボーン。立ち上がって。窓か。ごめんなさい。あ、これゼロゲームってやつです。はい。で、ここで落ちると。はい、ということで第2位ワルプルギスの夜、ちゃんと結構細部まで再現してたんですよ。最初の攻撃が、なんか夜みたいなやつじゃない時ってちょっと暑かったりするんですよね。うん、そういうところもちょっと実は、こだわりを入れてた一作でした。続いては、1位の前に、この中で私が大変だったものを番外編として、皆さんにご紹介したいと思います。まずはこちら。はい、番外編はみんな大好きクラッシュフリーズのパチマネです。これがね、そう、リクエストをいただいてやったんですけど、まずね、まあ、見てください。どう表現しようって一番悩んだんですよ。で、これあ、これパキンって割れてるところね。そう。でも、ちょっと自分で面白いですね、これね。ちゃんとリールがね、回ってるところです。まあ、全回転なんでね。そう、これなんか最後ガガガってなって、ちょっと詰まってから次に行くんですよ。で、これをやってる間、周りにいた偉い人たちみんな笑っていて、そう、すごく切なかった記憶がありますね。でも、みんなさんがこれめっちゃ面白かったって言ってくれるので、つか長いな。これ長いですね。私こんなやってたんだ。そろそろ落としてあげて。かわいそうだから、そろそろ、
そろそろ、ほら、もう行ったよ、ほら、落として、これ長いですね、今までのに比べて。バイバーイ。いやー、この頃は若かったですね。もうなんか今見ても自分がもう同じことをやれと言われたらやれないですね。はい、ということでこれが番外編の1個目です。続いてもう一つ番外編、それはこちら。はい、番外編もう一つはアナザーゴッドハーデスの、はい、プレミアムオブハーデスの真似をしました。これもリクエストいただいてやったんですけど、これほんと大変だったんですよ。そう、これまず最初の生まれるところね。そう、このそう、こ実は細かに震えてるんですよ。で、歩き方とかもハーデス感を出すために一生懸命頑張りました。で、この揃ってる音とかはちゃんとベルの音とかもやりながら、どう BGM を聞かせようかと悩んだんですよ、本当に、ね、で、しかもどこでそう、このドンを出そうか、これ青カットインです、はい、これ青カットインね、こうやってスンは揃わなかったって。そうね、なんかね、どこでこのね、カットイン出そうかとかすごい悩んだし、だっていつ落とされるかわかんないんですよ、要するに。まあ結局これ、まあ最後まで見てくださった方にはわかるんですが、これも青カットインですね。うん、で、揃わない。あ、これ赤カットイン、これ赤カットイン、揃うでしょって思うでしょ、すん。で、最後、あー、リプレイ揃っちゃう。あー、すん。トゥイントゥイントゥイ、100ゲーム。トゥ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 。100ゲーム。はい。いや、これね、実は、10ゲームを自分で数えながらやってて、なかなか、なんか11ゲームとか、9ゲームとかになっちゃうことたくさんあって、何回もリテイクしたんですよ。多分10回ぐらいリテイクしたし、あと、最後の、トゥ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 の音が取れなくて、ずっとなんか、レンちゃんそれハモリの方だよとか言われながら、はい、苦労しましたね。はい。お待たせしました。個人的おすすめランキング、第1位はこちら。1位は、シンフォギア絶唱リーチ。ということで、はい、皆さんたくさん見てくださってありがとうございます。これもそうなんです、リクエストいただきました。めちゃくちゃ歌練習しましたからね、本当に。見ていただければわかると思うんですけど、はい、でちゃんと雰囲気を出すために最初アップから目を閉じるんですよ。ほら、で、気づきます、お気づきですか、徐々に寄ってるんですよ、カメラが。ほらほら、寄ってるんです。ちゃんとこういうとこ表現して、で、いいなと思ってからのいつもの私ですね、これね。はい、擬音しかない、擬音しかない私。これ回ってるとこですね。そう、2回言っちゃったんですよね。絶唱頑張りすぎました。ということで、皆さんがこれを見てくださってから歌いいねって言ってくださる方が多くて、とっても嬉しかったです。ただこんだけ一生懸命頑張って真似をしたんですけど、絶唱リーチってよく外れますよね。そこがちょっと悲しいですね。ということで、ご紹介してきましたが、いかがでしたか？これからもいろんなプチマネにチャレンジしていきたいと思っています。もちろん皆さんからのリクエストも募集しているので、やってほしいプチマネがあったらコメント欄にお気軽に書き込んでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。上条蓮でした。バイパチ。
皆さん、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。